おはようございます。はい、9月16日の朝です。今日も秋田めっちゃ晴れてますわ。最高ですね。はい、まあ今日はね、今日はってか今日は今日も一日で打ちたいなとは思ってます。はい、まあ状況次第ですけど、はい、特に話すことない、頑張ります。はい、あ、まあいいや、話さない、行ってきます。自分次第でどこにでも行ける、宇宙を突き抜けてどこまでも、僕は笑うこの笑顔で世界を変えてゆくんだ、走れ笑え。はい、どうも、9月16日の結果報告、イエーイ。はい、その前に今、まあ連日ね、15連泊したところ止まってるんですけど、昨日はあのなんか満喫みたいな感じ の満喫に布団が敷かれてるタイプのようなお部屋だったんですけど、今日は個室タイプのお部屋に泊まってます。ちょっとご紹介しましょうかね。ちょっと予期した方ですいません。まあちゃんとベッドもあるし、部屋にお風呂はないですけど、トイレもあって、鏡もあってという感じで、テレビもあるしね。はい、すいません、散らかってますけど。なんとこれで4280円ですよ。いや、もう最高ですね。4280円。もうこれを本当に、もう家のない生活っていいなっていう感じしてますね。堀江さんとかが結構これから増えていくって提唱してますけど、いや、僕も、もうホームレス生活っていいなっていう感じすらしてます。うん、これでも自由にノマド生活のようにね、移り変わってっていう生活、僕としてはめちゃくちゃ、理想的だなと。この生活してみて、カバンね、二つで移動してっていうのも全然ありだな、もうできるなっていう感じです。うん。で、お風呂もめちゃくちゃいいしね。てか、お風呂、あのお風呂だけで本当に4000円のお風呂っていうか、銭湯、あ、銭湯じゃ、温泉か。温泉。4000円の価値するって言ってもいいぐらいだと思いますからね。めっちゃいいっすわ。はい。で、合わせて今日の結果報告なんですけど、今日はまあ最初アグネスやって、まあそこまで回転数がなく、その後藤空のアマネジに移ったんですよね。うん。まあ一回、あれか、仕事人で、まあ、仕事人のアマレジって一回で回せば、設定質判別ができるんですよね。なんで喋ったかって言って。まあ、それはまあ、すべてじゃないですけど、まあ、ある程度の予想ですけどね。そこで設定5以上のね、もう濃厚になってくるボイスとかもあるんで、それ出たら打ち続けると思ったんですけど、まあ2台打って結局ダメだったんで、仕事、冬空のアマレジ打ったと。で、冬空のアマレジ結構長く稼働したんですけど、まあ改めてですけど、やっぱり冬ソナーマは今後もかなり疲れ騎士になっていくかなというふうに思います。はい、やっぱり理由がやっぱりね、技術介入要素が多いんですよね。うん、まあひね打ちだったりとか、まあ僕もまだ完璧じゃないですけど、電サポの飛び打ちで球が増やせます。はい、やっぱりそこがやっぱり普通の一般の人とかなり差別化ができるのでかなりいいです。はい、うん。あと言うならば、最近僕、まあ、アグネスの海とか、北斗エイトロが打ってるんですけど、北斗エイトロがもう、アグネスとかもうずっと、なかなかね、もう、最後の最後に行くまで、いつ当たるかっていうのもわかんないんですよね。だから早めに止めちゃできないんですよ。はい。それなのに、フィソナ、すいません。フィソナアマは、球がへそに入った瞬間にもうなんか今もう激しい音が鳴ったりして、あ、これ熱いの当たるなっていうのが結構予想できるので、無駄玉削減できて、相当いい台になっていくだろうと、今後も使える台になっていくと思います。まあ今日の店は設定入れてくれるかわかんないんですけど、まあ回転数も22あったので設定1のボーダーぐらい、うん、ですね。まあただ球一応増やせるんでね、もっと下げられるんで、はい、言っちゃいいんですけど、うん、まあ今後設定入れてくれたらかなりいい台になるなという感じですね。はい、そんな感じ。ちょっとまだ僕の状態、テンサポの状態、レベルが、
自己採点で65点ぐらいなので、まあ、90点超えるぐらいになったら、ちゃんと富打ちの方法、動画でお伝えできればいいなとは思ってます。はい。少々お待ちください。はい。まあ、もっと伸びしろがあるということでね、まだまだ上達できると思いますので、頑張っていきたいなと思います。はい。で、その後は、ハイスクールフルート、フリート、どっちか忘れちゃいましたけど、最後にちょっとだけ打って、まあ、打った理由が、島に3台、右打ちランプが、右打ちランプじゃねえ、電池保留が残ってたっていうだけなんですけど、それ消化するまでは、そこの島に行って打ったっていう感じです。まあ、少ししか打ってないですけど、はい、っていう感じでした。はい。今日はですね、まあ、敬老の日だったっけ？祝日なので、まあ、人の出入りは多かったんですけど、あんまり調整いい台がなかったですね。はい。だからまあ、早めに撤退して、ゆっくり休んでいるという感じでございます。はい。やっぱりね、まあ、年末年始ゴールデンウィークとか、お盆とか、今日みたいな祝日とかは結構占める傾向にありますね。はい。ただ明日は特定日なんで、ちょっとね、しっかり休めて狙っていきたいなとは思っている次第です。はい。そんな感じで。まあまあ、冬ソロで爆発したんでね、結構大幅なプラスになったのでね、助かりましたね。よかったです。はい。そんな感じで、明日も頑張ります。今日もありがとうございます。失礼します。